自由のフライを掲載した米国会員カフェテリアのメニュー自由のフライフリーダムフライは2003年頃にアメリカ合衆国で一時期流行ったフライドポテトの別名。米国ではフライドポテトをフレンチフライというがフランスがイラク戦争への加担を拒否したためこれに腹を立てた一部の米国民が不買運動などの反復活動を行いその一環として フレンチフライドポテトを自由のフライと言い換えた。自由のフライの言い換え運動はノースカロライナ州ボーフォードのカビーズというレストランを経営するニール・ローランドによって始められた。これは第一次世界大戦中にドイツ風のという形容詞が自由のに呼び換えられた例に習ったものだった。ローランドは2007年3月に自由のフライを商標登録した。 2003年3月11日に、ロバート・ウィリアム内会議員とオルター・ビーマン、ジョーンズ・ジュニア会議員が会員で運営されているカフェテリアのメニューからフレンチフライ、フレンチトーストの名前を取り除くと発言し、フレンチフライでなく自由のフライという名前で注文することになった。この措置は、議員の投票や審議によらず食堂の経営を管轄する。 会員運営委員会の委員長である内の決定でなされた。またフレンチトーストも自由のトーストと解消された。ナイ議員の発表では、この措置はフランスに対する象徴的な不満の表明であるとされ、インターネット、E メールや CNN、f ックスなどのニュース報道で盛んに取り上げられた。中米フランス大使館では、フライドポテトはベルギー発祥の料理である。 とても深刻な問題に面している、とても深刻な時であり、私たちはジャガイモにつける名前に注意を払ってはいない、と述べたぐらいで、特にコメントをせず、また批判派がフレンチとは、フランス風に調理したという意味であろうという誤認説を出した。マサチューセッツ州選出のバーニー・フランク会議員は、議会が、いつも、より余計にバカみたいに聞こえるとコメントした。 ニューヨーク州選出のホセセーラーの会議員は、くだらないことを騒ぎ立てているとコメントし、議員たちにもっと喫緊の課題に集中するよう訴えた。カリフォルニア州サンタクルーズのザサターンカフェは、解消に抗議して、フレンチフライをジョージ・ W ・ブッシュを断崖性をフライに解消した。フレンチプードル、フレンチホルンなど他に、フレンチとつく単語は言い換えられなかった。 またマスタード製造業のフレンチ社の親会社、レキット・ベン・キーザーが、この騒動でフレンチは創業者の名字によるもので、あるから関係なく、反米的なのではないと釈明した。2005年のギャラップ社の世論調査では、調査対象者の66%が、フレンチフライとフレンチトーストの解消について、馬鹿げていたと回答した。解消は、愛国的だったと回答した対象者は、 全体の33%で1%が無意見と回答した。同年ウォルター・ジョーンズが反イラク戦争派に転向し自由のフライについて起こらなければよかったと述べ2006年11月3日にジャック・エブラモフによるインディアンカジノに関するロビーイングスキャンダルに起因してないが隕石辞職をするなど提唱者がいなくなりブームは完全に収束した。しかし 高派の発言で知られるカントリーミュージック歌手トビー・キースが経営するレストランチェーントビー・キースのアイラブ・ディス・バー・ Bar& では2017年4月にまだ自由のフライが注文できた。アメリカでの言い換えはこれが初めてではない。第一次世界大戦の時には敵国ドイツに対する反ドイツ感情に連動した運動として言い換えが行われ、 ザワークラウトが自由のキャベツ、ダックスフントが自由の子犬、ハンバーガーが自由のステーキになり、さらに風神さえも自由のマシンと呼ばれた。自由のフライはこの時の言い換えに習っている。1941年、親、ナチスドイツであったフランスのビシー政権に反対するアメリカ人のシェフたちがビシソワーズをクレームゴロワーズに改名しようとしたが、 この名称は定着しなかった。ありがとうございます。